ボール状の塊にまとめられたペミカン。ペミカンはカナダ及びアメリカに先住するインディアンたちの伝統的な食品であり、携帯保存食の一種である。語源はクリー語のピミーカンで、ピミーは脂肪、油脂を意味する。ラコタの言葉ではワスナと呼ばれ、これは皆混ぜたものの意味である。加熱溶解した動物性脂肪に粉砕した干し肉やドライフルーツなどを混ぜ、密封して固めることで保存性を高めた食品である。毛皮交易の際に携帯保存食として広く利用された。材料は使用可能なものなら何でも用いられた。例えば、ペミカン用の肉として、しばしばアメリカバイソン、ヘラジカ、鹿の肉が使われた。ドライフルーツはクランベリーやサスカトゥーンベリーがよく使われた。チェリー、スグリ、西洋カマツカの実、ブルーベリーが使われた。ペミカンはインディアンたちの間で、もっぱら冠婚葬祭などの特別な場合に食べられるもので、現在でも同様に特別な時のものとして食されている。パウアウにも供されることが多い。脂肪分の少ない肉と骨髄の脂肪で作られたペミカンが最上級とされるなど、毛皮交易時代の購入者の間では厳格な使用が存在した。アウトドアショーであるカルガリースタンピードで作られているペミカン。ペミカンに使用する肉は、まず薄くスライスし、硬く脆い塊状になるまでゆっくりと火で炙るか、もしくはよく晴れた日が続く季節に暑い太陽の下に、長時間さらして乾燥させる。このようにして作られる薄い脆い肉はクリー語でパーンサーアーンと呼ばれ、これは干し肉を意味する。この過程で水分が抜けることにより、肉は大幅に体積と重量を減じる。ペミカン用に1ポンドの乾燥肉を得るには約5ポンドの生肉が必要になる。前述の方法で取られた干し肉を石を食った鉢に入れ、小型の石を用いて粉砕し、あらかじめ加熱して溶かしておいた重視と、おおむね1:1の体積比で混ぜ合わせる。ドライフルーツを混ぜ込む場合には、それらを別個に砕いておき、肉と脂肪を混ぜたものに加える。上述のように混ぜ合わせたものを生皮の袋に詰めて貯蔵し、保存食とする。ペミカンについて、法律的に定められたレシピは存在しないため、賞味期限や、保存期間の限界は用いられた肉や脂肪、及び調理法や貯蔵条件に応じて変化するが、北米地域の低温低湿の環境では、直射日光にさらされない、通気の良い室内に保管されたものであれば1年から5年ほど保存することができるとされる。なお、1年の大半を雪に閉ざされるような環境では、低温の地下室に保管されたペミカンが10年以上、経ったものであっても安全に食べることができたという逸話があり、現代において適切に冷凍または冷蔵されたものであれば、ペミカンの貯蔵寿命はそれ以上になるであろうと推測されている。なお、上述の保存期限や逸話は、北米の低温低湿な地域においてのものであり、他の地域や環境においては、前提となる条件が異なるため、あくまで参考である。ペミカンは、ロバート・スコットやロアール・アムンセンのような極地探検家の間で高カロリー食品として利用された。適切に包装されたペミカンは長期間保存することができた。多くの場合、砕いた極地用ビスケットと共に湯に溶き、一種のシチューである風酒として供された。日本においても大学山岳部などによる長期に及ぶ冬季登山などにおいて伝統的によく利用されてきた。ただし、日本の登山者が手作りするペミカンは、本来のものとは異なり、現地での調理の手間の省略や、燃料の節約のための簡易料理の一種と言える。作り方は、出発前に肉と野菜を細かく刻んで調味料で味付けし、ラードもしくはバターで炒めた後、油脂で具材を包み込んで密封するように、ジップ袋や容器に入れ、冷凍庫で冷やし固めて保存しておく。日本の気候では、夏季では常温で油脂が溶けてしまうため、冬季向けの食品である。冬ならば、現地で数日から1週間程度保つとされる。食べ方は、現地でコッヘルで湯を沸かして、ペミカンを投入して溶かし、練って食べるか、もしくは湯で薄めて、シチュー用やカレー用などの固形、粉末ルーや味噌などの調味料を加え、シチューやカレーや豚汁などにして食べる。パンに挟んだり、そのままかじって食べることもできる。近年では市販のレトルト食品が発達、利用されるので、登山用保存食としてのペミカンを知らないものも多い。イギリスの北極体験隊は、犬ぞりを引く犬に牛肉で作られたペミカンを与えた。このペミカンは、ボブリルペミカン、または単純に犬用のペミカンと呼ばれた。成分は2、3がタンパク質、1、3が脂肪であり、炭水化物は含まなかった。このペミカンは、タンパク質の割合が高すぎて、犬の健康に良くないことが後に確かめられた。アーネスト・シャクルトンの帝国南極横断探検隊の隊員たちは、船が氷海に阻まれて、身動きが取れなくなった時に、犬用のペミカンを食べて生き延びた。米軍は19世紀後半のインディアン戦争において、ビーフジャーキー、ピノーレと共に、ペミカンを軍用糧食に採用した。米軍は第二次世界大戦中、軍用糧食としてペミカンを参考にペミカンビスケットを開発した。これは小麦、大豆、トウモロコシ、牛肉、レバーをペースト状にして焼き上げたものであった。しかし、この形態香料の評判はあまり芳しいものではなかった。コンアグラフーズがネブラスカ州オマハで製造を販売しているビーフジャーキーとカリフォルニア州オールバニのインターマウンテントレーディング社が製造を販売しているスナックバー型の携帯食にペミカンというブランド名が使用されているが、どちらも伝統的なペミカンとは異なる食品である。カカオ豆の脂肪分であるカカオバターから作られたホワイトチョコレートを溶かし、砕いたナッツ類とドライフルーツを混ぜ、型に入れて冷やし固めたものをペミカンの代用品とすることができる。高カロリー食品であり、そのままかじって食べる。家庭で手軽に作ることができ、純植物性なのでベジタリアンにも適している。シベリアのアムール、川下流域に住む先住民、ナナイは鮭や鯉、白蓮などの皮を茹でてから入りし、伝部のような保存食、タクサンを作る。日常的には、このタクサンに黒豆の木などベリーを混ぜて食べるが、冬季の漁の際はタクサンを魚油で練り上げたものを携帯食として持参する。ありがとうございます。